に1年の時を越え再びこの地に帰ってきました。今回の早手ジュニアは一味も二味も違います。1番機2番機はよりすぐりの女性ライダーが操縦しています。今日はいつもお見せしているスレッスレでキレッキレな演技に加え、女性らしいしなやかでスマートなフォーメーションで女性隊員の活躍する姿にもぜひご注目してください。さらに今回はニューフォーメーションを披露いたします。もうネタは尽きたんじゃないかなと思っていませんか？まだまだ早手ジュニアのバリエーションはこんなものではありません。え、早手ジュニアこんな動きもできるの？早手ジュニア斬新、もう早手ジュニア以外考えられないと感服するような渾身の演技を共に分かち合いましょう。回転を持つ時に5機の編隊はデルタ体型を保持したまま会場中央に向かって進入し、ファーストフォーメーション早手セパレーションに入っていきます。2機と3機が会場を左右に大きく展開します。それではまず1つ目のニューフォーメーション、2機と3機が会場中央で交差する技、早手スイップスレーショット。その名の通り3機の間を2機のコブラがきれいに振り抜けていきました。さあ2機と3機はそれぞれ左右に分かれて、今度は会場をクロスして横断する技です。これも新技、早手ストレートショット。トップスピードで2機と3機がすれ違うスレッスレフォーメーションです。今度は会場を斜めに走り抜けるフォーメーションに移ります。またまた新技、早手スロープするショット、見事に決まりました。さあ立て続けに新技が決まったところで、今度はスピードよりも美しさを追求した華麗な技を披露いたします。横一列になった早手ジュニアは一旦停止し、次のフォーメーションのため準備に入ります。さあ5機が横一列になりスタートしました。そして少しずつ体験をスライドさせながら前進いたします。そーっといきなり自衛官募集、自衛官募集のメッセージが姿を現しました。そうこれが4つ目の新技、早手ファイブディメーション。自衛官募集のワードが美しいフォーメーションとともに駆け抜けております。お、今度は女性活躍の文字が現れました。我らが自衛隊、最近では女性隊員も積極的に現場進出し、目まぐるしい活躍を見せております。さあいよいよ早手ジュニアが覚醒したみたいです。ボルテージもぐんぐん上がってきたところで、今度は2機と3機がそれぞれ会場中央で絵を描こうとしています。5つ目の新技、早手ツインボルテックス。内側と外側の円が互いに逆方向を向いて、その名の通り渦を巻くように会場に旋風を巻き起こしております。会場に旋風を巻き起こした早手ジュニアは縦一列の体形にチェンジし、会場を左へ旋回いたします。そして会場中央をこちらに向かって進んでまいります。そうこの技は早手ジュニアの真骨頂、早手スラローム。女性ライダーらしいしなやかでビューティーな曲線美で、自衛官募集の文字もエレガントな奇跡を描いております。いよいよ演技は最後の大技、3機がトライアングル体形を保持したまま会場を大きく展開し、残りの2機はそれぞれ左右に配置します。3機の間を2機が走り抜けるニューフォーメーション、早手スターライト。
今回の早口車はいかがだったでしょうか。自衛隊も男性隊員と同じように女性隊員も活躍できる分野がたくさんあります。英語力を生かし海外で活躍する女性隊員や戦闘機やヘリコプターの女性パイロットなど男女問わず自衛隊に興味のある君たち、入隊してジュニアライダーのシートをゲットしてみてはいかがですか。最後に颯ジュニアのライダーを会場を左手から紹介します。オメガ1番機舞台で一番クールな女性ライダー航空機整備手タッキーこと滝川智美市長。アタッカー2番機ヘリの母大型バイクだって乗りこなしちゃう航空機整備陸曹岩田恵里さんと。アタッカー3番機ヘリの母ベテラン航空機整備ヘリコプター検査陸曹浦志一二曹。Thank you.